終わった50連じゃない鎧カブト飛躍じゃい。さあ行くぞ。何やと待ってっす。さあ今回なんですけど、追加ガチャ新しい朱雀、これがついに来たということで、百花繚乱のなんちゃら朱雀といった感じでしょうか。朱雀さんよ、決着をつけよう。必殺技スキル、まあまあ言ってた通りかな、あまり強くないですね。まあまあ追加ガチャはね、いつもそうなんよ、いつもそうなんです。はい、あと特殊能力を持ってるよって書いてるけどね、これまず主下はね、あの玄武とかと一緒かな、中です、中中アップね。うん、だからまあおおみたいな感じだね。でチャレンジステージがなぜか大アップやね、そんな感じです。なのでまあまあ使えるけど、多分めちゃめちゃ強いっていう感じではないかな。まあまあ引いてからね、実際使ってもみたいなとは思います。 1.7% 点7把握いけるでしょう。 1.7 ならさすがに朱雀でも出る気がする。もうこのガチャ嫌なんだけどね。あ、亀いるね。亀と暴走不動明王のやつね。オッケー。で、Y ポイントもちょっといつもより少ない。まあまあ、だいたい追加ガチャって7万ポイント、8万ポイントぐらい用意してるんやけど、6万2000ポイント。これで引きたいなと思います。早速行きましょう。新しい朱雀目指して、せーの、レバー1。かかってきなさい。10連で出すんや。にゃんぼ朱雀再び鳴らすか鳴らすか。まあ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 いいよ。まあ100連以内で出てくれれば俺の勝ちでいこう。ちょっと甘いか。いやでもまあ50連で出たらね、もう余裕で勝ちだけど、いきます。10連目はにょキツネスタートですね。まあいいでしょう。でこれ6月9日までって書いてるけどね、10日からかな、10日からあの復刻のやつね、不動明王がもう動画でも赤だー、動画でも言ったけどね、もう何回も言ってるけど、不動明王が復刻が10日から来るんでね、まあまあまあ、9000ワイプもらえたからね。まあ、もう引いてるよね、多分。俺なら多分引いちゃうね。俺ならもう朱雀で引いちゃうけど。出た出た出た。幻朱雀でしょ。もうその朱雀じゃないねん。その朱雀じゃない。もうマジでこの子めっちゃ出るんだけど。この子と亀だよ。もう先に言うわ。この子と亀がマジで出るからね。じゃあやばいやばい。これ何連できんの？これ30連目だよね。あ、ちょっとなんか中途半端なワイプやな、これ。100、100、2、30連やな。ちょ、やばい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 。やばいよー。ほらね、なんなのマジで。マジ幻朱雀なんだけど。え？まあまあまあ。まあ、まだまだまだ早い。まだ早い。いきましょう。にょーほっ。じゃあね、じゃあね、もう破壊と朱雀の連打なんだけど。ちょ、やばいやばいやばい。やばい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 。まあガチャで引いた後に使ってみるけど、もう先言っちゃおうかな、なんか長くなりそうだから。あのちょっと上級者向けだけどね、あのこの子の必殺技、あのデカプニ、おお金筆デカプニ13ポチって消してもたまんないからね。あの詳しい人はわかると思うけど、この弾を出す系ってね、サイズ13ポチって消してもたまらんのよ。多分17とかそのぐらいいるから。そうだから必殺技もね、あんまりこう使いにくいっていう感じやね。うん、いきましょう。いやこれ来たんじゃない、来たでしょ、決まれ。モンストかよ、マジでさ、やばくない？なんでこんな亀とさ、おい、だから、え、俺もうこれ亀だったらもう電話するね、もう電話するわ。亀じゃないんかい。なんかそこ亀じゃないんかい。いやでもさ、もうやばい、本当になってるやん。本当にあの朱雀とさ、亀とさ、もうマジで呪われてる。やばいやばいやばい。やばいよ。
もう次からもう早めで、早めの金タップゾーンで行くわ。もうちょっともうやばいやばい。もう喋ることなくなっちゃったし。お助けはね、もうちょっとで生配信するからね。お助けももうほぼほぼ終わったからね。募集したやつ。んよっ。じゃあね、じゃあ命取り。ちょ、これやばいやつじゃない？くー。行かなきゃいけねえか。金タップゾーン。突入！え、ちょ、待って、あと4万ポイントって何連？ 90 連ぐらいだよね。80連、90連ぐらいだよね。いや、決める決める。俺は、1個。決める！もうやばいやばいやばい。なんかいそうな気がするから。3、2、1、5。スザク、止まればスザク、止まればスザク、ぴょ、スザク、ぴょ、スザク、ぴょ、いただくスザク、いただくスザク、カレーにいただくスザク。いただくスザク。全然いないし。全然いない。ちょ、待って。もういいや。もう早送り終了。早送り終了です。ちょ、本当に、本当に。え、超アップって書いてんだけど。超アップじゃないの？今んとこ、あれだよ。スザク。あの、違うよ。あの、違うスザクとカメだよ。アップしてんの。ちょ、本当に何？何？同じ。え？ちょ、本当に。ちょ、本当に。え、嘘でしょ？やっぱダメなの？俺。やっぱダメなの？ 3 万ポイント。3万ポイント。3つ。やばい、本当にさ。え、あと60連ぐらいじゃない？ 60 連いける？ 60 連いけるか怪しいぐらいだね。60連で終わってまうんだわ。え、もう価値なくない？これ来た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 。一番下の金は、はい、もう表変。え、マジでこれ出る気しないんだけど。え、終わるの？マジ？また負けるの？あ、1万8000ポイント切ってたから。え、あともう40連やで。ちょっと、あと40連なんだけど。え、あと40連なんだけど。やばい、破壊3。え、またほらほらほら。え、おかしくない？おかしくない？え、だって SS って他にもいるよね。あ、カメか。SS 出やすいのこれ。もしかして。SS 出やすい説あんなこれ。さては。さては、SS 出やすい説。じゃ、やばい。え、本当に終わるの？え、こんなところで？いや、こんなところでって言ったら失礼かもしれないけど。え、あと20連なんだけど、嘘でしょ？あ、ちょっと待って、200ポイントぐらい足んねえ。え、嘘でしょ？え、マジ金1しか。え、嘘でしょ？530ポイント買ったわ。これで実は中途半端だったから、これで20連引けるから、もうちょ頼む。え、いや、マジもう負けなんだけど。実質何も出ない。どうしようこれ、何も出ないんだけど。ちょ、やばいよマジで。早送りは最強。3、2、1、5。スザクお願い、スザク腐さず、スザクを求めて100年、スザクを求めて100年、スザクを求めて100年、スザク求めて100年、スザク。見せましょう、見せましょう。これが本当のレバーワン。もう集中するわ。これはまさか。はい。どうしてだよー。様子おかしくない？初めてじゃない？追加ガチャで延長戦とかある？さすがに用意してないよ。
いや出ると思ってた。もうちょ刻んでいくわ。はい、15,000ポイント足したから。え、初めてじゃない？まあまあちょっとポイント少なかったとはいえ、あ、決まったでしょ。もう決めてるでしょ。もう出る、もう出るよ。え、ちょ本当に？え、もうやばないこれ。え？え？ほら、ビャーク、ビャーコだもん。え？え？もうえってもうまあスザク嫌いだわ。やっぱりやっぱちょっとニャンボでさ、ニャンボでちょっと好きになったけど、やっぱり嫌いになったわ。ほらやっぱ呪われてるわ。もう呪われてますね。もういいや。もうスザクと相性悪いです。はい、もう30連しかないし。え、嘘でしょ。え、もう単発組んでいこうかな。ちょ、これ出なかったらもうた、おこれ出なかったら単発組んでいこうかと思ったら金4つ出たわ。10連ラストにします。行きましょう。ディーンキ、ちょ本当に、え、マジでピース、え？いやいやいや、もう笑いしか出ないわ。は？いやいや、何これ。え、こんなことある？え、前人未到だ。まあ、電気だけど、パス3枚抜き。いや、これがパス3枚抜きだね。もうやばすぎる。え、もう単発で、もう単発で金出るとこだけこう、区切ってやっていくわ。もうちょっともう出る気しないんでね。って言ってたの？まさか、単発？単発が？単発が？ NEXT!単発3回目、単発3回目。おお、いいよいいよいいよ、単発3回目。単発の方が金でいいんじゃない？来ちゃえ！来たんですけど！え、ほら、ポイント402でしょ、402。単発3回で来たのだが、結局、やっぱおかしかったもん。だってあの10連。あの10連バグってたでしょ。結局、15,000ポイントでいけたわ。何連引いたの？追加で33連かな。うん、まあ引き分けかな。いや負けか。いや負けでいいわ。はい、使っていきまーす。くらえ。はい、ってことでワイポがありませんが使っていきましょう。新しい朱雀、まあこんな感じのパーティーになるよね。主家はお助けだとね。うん、特殊能力はさっき言ってた通りです。ゴルフとチャレンジステージ、必殺技蒼天十字章。え、一緒じゃないこれ。蒼天十字章、一緒だね。一緒だったわ。でガチャ動画の時にも言ったけど、必要技ゲージ18って書いてるでしょ。13サイズじゃたまらないという感じかな。うん、使ってみましょう。多分誰かいるはず。お助けいるはず。これあと一人終わってないんだけどさ、あ、待って、この人赤サタナやって、あ、この人あれなんよ、ちょうどラスト一人なんよ、お助け。あ、めっちゃ都合いいんだが、神か、神だわ。あ、これでお助け完全終了ですね。よし、行きましょう。よし、神、あれかな、待っててくれたのかな。あの最後のお助けの人がさ、こう主家をレベル9を出すのをさ、ガチャ爆死にして待っててくれたと信じよう。もうだいぶゴルフ上手くなったからね。もう、ああ、押せなかった。もう死ぬほどやったからね、ゴルフ。もう、だいたいできるようになったわ。よいしょ、よいしょ。そして降りてきて、そして降りてきて、完璧。47,000。さあ、ちょっと先頭に入れてるから、ああ、ミッション来たね。ああ、優しい。まあまあ、玄武と一緒って感じだと思うけどね。これで多分、3万後半4万ぐらいかな。OK! おそらく。16,000スタートで、あ、23,000か。あんま行かないな。そんな感じ？玄武の方が行く？そんなことないか。まあ一緒だもん、ね。まあ、めちゃめちゃ強いっていう感じではないかな。もうこれも上行っちゃうね。いや、これはちょっと上じゃない方がよくない？まあいっか。まあ当たるでしょう。
一緒だね、1万6000スタートぐらいだから。お、危ねえ。まあ一緒やね、オゲイ。まあまあ楽にはなるけどね、楽にはなるけど、フルパワーで2万3万4万ぐらいといった感じかな。ここはいいや、確実で。オゲイ。まあ今まで10万行くときと行かないときあったけどね、フルパワーだとまあ10万はほぼほぼいけるのかなといった感じです。おいしい、おいしい、最後おいしいの来た。ゴレンミッション1、これは決めたい。いやーちょっと低い。いやいける、あと9万8000でしょ、いける。オッケー、これで4万2000か。なるほどです。あ、これおいしいやつだね。うまた来たんだわ。オッケー、まあこれで倒せるといった感じかな。不動明王だと完璧。ゴーライムソギリ、オヘイ、お助けも終わったわ、完璧です。まあ、多分、まあ、明日も動画あげるからまた言うと思うけど、火曜日ぐらいやるかな、明後日ぐらいね、とりあえず生配信ね。 OK です。おお、2人で14万。一応チャレンジステージもやりますか。はい、お助けパワーもいい感じ、行きましょう。チャレンジステージ、ゴー。まあ、スザクがいれば楽勝でしょう。おそらく。シュカは入れておりません。真ん中が新しいスザクです。HP が確か24万ぐらいあったから、この不動明王ね。あ、でもこれ最初から技ゲージ溜まってるから、これワンチャンいけんじゃない ?13 で。12でしょ。多分13でいけるわ。溜まるでしょ。あ、OK。最初から技ゲージが溜まってるから。いけるね、一番最初はね。よーし、よーし。あ、なんかもう、これ、あ、そうか、弾作るのか、でも。でもこれ、もう一個なんかデカプにいけそうじゃない。こんな感じでいっちゃって。十字章 !13 万ぐらい。あー、やっぱ、たまんない。2発でいける。あ、弾、弾いっぱいできる、弾いっぱいできる。おー、おー、おー、おー。よいしょ。いや、こんな打たなくてもいいけどね。こんな打たなくてもいいけど。おお、めっちゃいく、めっちゃいく。オーケー、まあ、2発打てばいけたかなって感じやね。まあまあ、チャレンジステージはでもな、1回クリアするだけだからね。ここなんか、レアアイテムも最初落ちるかもみたいな話してたけど、なんか落ちないらしいね。あまりにも報告がないんで、多分落ちないです。はい、ってことでこんな感じで、ワイポが、ワイポが、まあまあ、いっか、俺だし。まあ、ぜひね、追加ガチャのスザク。十字章ガチャ引いたという人は今回もコメント欄でお待ちしております。明日も動画あげると思いますので、チャンネル登録してぜひまた明日の動画見てもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。